国鉄比600系貨車は、日本国有鉄道が1954年から製作した事業用貨車である。比700型と表記した資料や書籍もあったが、これは誤りである。この項目では、同時に製作された比500型についても記述する。比600系、露比713向連絡線からの車両の搬出作業に使われる比600系。 ロヒ851構内入れ替え用もしくは、高層車両の鉄道連絡線への積み下ろし作業用の控え車として製作された車両で、トム16000系、ワ12000系、ワ22000系、ワム3500系、ワム2000系、ワム21000系、ワム23000系、ワム5000系、ワム,万万ム9000万万系、スム1系、テム300系、テラ1型からの改造により、 1977年までに総数253両が製作された。改造に際しては、種車の上回りを撤去し、手すりと小屋を設置したが、積み下ろし作業用に改造された車両については、小屋はない。走行装置発車車の違いにより、収式、一段リンク式、二段リンク式である。最高速度は、時速65キロメートル。 1968年10月1日ダイヤ改正では、高速化不適格車とされて、最高速度時速 65km の指定車となり、識別のため記号に、ロが追加され、ロヒとなりき1号の帯を巻いている。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、北海道旅客鉄道に35両、四国旅客鉄道に16両、 日本貨物鉄道へ7両の計58両が継承されたが、日本貨物鉄道貨物取扱駅の減少や、鉄道連絡線の廃止により淘汰が進み、2002年に形式消滅した。非850には相当連結機に交換され、四国旅客鉄道多度津工場にて、入れ替え機関車の G に連結されて、校内の入れ替え用として使用されている。 高層車両の鉄道連絡船への積み下ろし作業用の控え車として製作された車両で、トム16000系、Y1 系、テム300系及び、500型からの改造により、1971年までに総数87両が製作された。そのうち非540、非545は、初代、二代目が存在し、初代は、非300型に改版されている。 改造に際しては、種車の上回りを撤去し、手すりを設置した。走行装置発車車の違いにより、収式、一段リンク式、二段リンク式である。最高速度は、時速6 5トル1968年10月1日段ヤ改正では、高速化不適格車とされて、最高速度時速6 5トルの指定車となり、 識別のため記号に、炉が追加され、炉ヒと成りき1号の帯を巻いている。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、北海道旅客鉄道へ産両が継承されたが、青函連絡線の廃止によって1988年度に全廃となった。2017年現在、青函連絡線メモリアルシップ、発行田丸内の車両看板に、 ひ6 0百系、非八百三十三、4八百四十四など四両が保存展示されている。また、導線にほど近い岸壁にもひ6 0百系一両が展示されている。ありがとうございます。